はい、今回はですね、極上のトロフェアをお送りさせていただきます。くら寿司のね、期間限定フェアになります。今回はトロフェアということで、振り塩中トロ115円とかありますけど、まあ、極上トロフェア、中トロと大トロを中心にトロ好きにはたまらないフェアとなっております。目玉商品はね、この極上大トロ盛り合わせでございますね。これはぜひ食べたい。まずは中トロからいきましょう。振り塩熟成中トロ1貫115円。熟成して旨味が濃くなった中トロを振り塩でさらに旨味を引き出した一品となってます。口の中でとろける美味しさですね。ちょっと大きさちっちゃいですけどね。さて次は炙り中トロです。炙られてね、旨味が溶け出した中トロです。トロの炙りはね、本当に美味しいんですよ。そしてこちらが極上大トロ盛り合わせですね。本日のメイン、大トロを堪能できる一皿になっております。値段もそこそこ高いですけれども、それに見合う極上ネタでございます。なんか鉄火巻きの形のことは言わないでください。まずは大トロからいきましょう。きめ細かい刺しと口の中でとろける脂と旨味、やはりね、大トロは最上級ですね。こちらは炙り大トロを厳選塩で味付けした人一品ですね。大トロを炙るという背徳の行為です。ただこれが病みつきになります。そしてこちらはポン酢ジュレを乗せたものですね。塩や醤油でなくても結構美味しいですね。プルプルしてる。そしてこちら大トロ鉄火です。贅沢に大トロを巻いた一品。くら寿司はね、トロ鉄火が結構美味しいんですけど、それをさらに超える美味しさです。そして今回の限定で自分おすすめをさらに2つ紹介させていただきます。まず高イカですね。2種盛り、ミートゲストのセットになります。身がプリプリでね、これすんごい美味しいんですよ。歯ごたえがいいですよね。そしてゲソはさらに食感がいいです。醤油じゃなくてもね、甘だれとかで食べるのもね、結構美味しいですよ。そしてこちらは便利雑貨のイクラですね。小粒なんですけれども、味はしっかりイクラです。2貫持っててね、しかもね、安いのがいいですよね。イクラ最近高いですからね。さて今回のフェア数量限定なので、食べたい方は急ぎましょう。今回の土日ぐらいで終わっちゃうんじゃないかなって気もしますけれども、今回の動画はここまでです。ありがとうございました。